どうもピアキングです。今日はいろんなコースやってきます。とその前に一ついいっすか。今日は僕めちゃめちゃ忙しいっすよ。実況して編集して税理士さんと話して市役所行って病院行ってみたいなことを一日でだから本当に申し訳ないんですけど、テロップとか SE 入れられないかもしんない。ということでテンポよく終わるように短いコースを選んでやっていきたいと思います。でまず始めるコース、人画面トロールコース、ワンスクリーントロール。こういう人画面のトロールコースっていうのは結構したことあると思うんだけど、このスーパーマリオワールドスキンってなかなか見ないよね。あのゴールバーの裏に砲台が隠してるってか、そんななんじゃないか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.93%。そんでつい先日チャンネル登録者数18万人突破しました。ありがとうございます。いや20万人までもうすぐだね。さあ始まった。開幕やだ。でさ、これゴール条件あるよね。ファイヤーマリオのマブゴールか。まあまあこの魚なんかには引っかかるわけねえだろ。さあこの殺伐としすぎだって。じゃあ左から砲台が出てくる。でこいつから鉄球が出てくるから、そいつをかわしていくと魚魚が少し多すぎやしないかい。じゃあ一旦こっちから行ってみようか。ここからジャンプしてジャバー、この辺でここからジャンプして左に渡っていく。あそこも隠しブロックがあるのね。でここ魚が出てきた。こいつをかわして裏合わせまとっていく。そしてゴーバックスタート。みんな一つ分かったことがあるよ。このコーストロールコースだね。ふざけるな。思った以上に隠しブロックが多くてさ、全然罠を回避しきれないんだよな。隠しブロックって最強の罠だと思わない？だって見えないんだもん。このバー当たることができる誰だったか。ダブルですわ。だがもうそんなにゴールは遠くないと思いますよ。ここで魚をかわしていく。でこのゴールバーに触れれるかっていう話なんだけど、やっぱりダメだよな。右に行く必要があるのか。砲台の上か、それとも一番右か。どうしよう、僕はね砲台の上が正解だと。いやまだやられてない。この左はゴールできないよな。なんかあるもんね。じゃあこのブラッパーを抜けていきますよと。邪魔だ。いやまだやられてない。もう多いって。えこのパワーブロック発動しいの。あこれでゴールができるっていう感じか。しつけえだよさっきから。でもまあガラハハ見つけちゃったもんね。一番右まで行きます。わ落ち着け。右の砲台にぴったりと張り付いておけばいい。ここが正解だ。そして魚が降ってくるよね。この魚を倒しいのパワーブロック発動する。こっからが問題は、ここで隠しブロックがあった。何個あるんだここ。1個2個3つ目はないのか。じゃあここでやった！最後なんて言った？ちゃんと言葉をしゃべれよ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、クラクラクラウンか。説明文にとある仕掛けによってクラウンが上下しないようになることを利用したコース。意外と慣性の法則が働きます。ちなみにコインが200枚ぴったりなのは偶然ですって書いてるんですよ。でこの前この方が作ったトロールコースしたんだけど、その時に別の人からコメント来たんですよ。寿司職人さんが作るスタンダードコースはどれも神コースだって。いやめちゃめちゃ楽しみだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.93%。そういや寿司職人さんで思い出したんだけど、昨日寿司食べ行ったんだよね。いやすげえ美味しかった。京寿司って言うんだけど、それってさ福岡県以外の県あるのかな。北九州とか福岡とかあるのは知ってるんだけど、他県があるか分かんないんだよね。でこれに乗っていけっちゅうことか。申し訳ありません。寿司のこと前から話してたらプレイがおろそかになってました。もう寿司のことは絶対に話しません。でその寿司屋さんで一番何がうまかったって言ったら、イクラがマジでうまくてさ。イクラ好きな方ってさあんまりいなくない？でもさ本当に美味しいイクラ食べたらマジでうまいから。じゃあここ降りていけ。でこれやっぱ動けないよな。でここはジャンプ、ちょっとだけ感性の法則働く。また逆パクラー。いや僕ねいつも100円寿司に行ってるんですよ。そのイクラとさやっぱ全然違って、あの汁があるじゃん。イクラの汁って言っていいのかな。なんか汚くてごめんね。イクラのだし汁みたいな、まあだし汁って言ったら良さそうに聞こえるんだけど、これオンしてすぐ右に行けばいいのかい。でもこの50個いったの暇ねえな。で僕は滑る。よほほほほほ、やった楽しい。もうあえてコースのことは喋らないで、昨日食べ行った京寿司のことだけをずっと喋り続けようかな。寿司職人さんから嫌われそうだね。というか実況者としてどうなのって思うけど、そんなの雑談じゃんみたいな。でクッパクランちゃんとそこに整列してくれんだね。可愛いとかあんじゃねえか。で今回のクッパクランの表情ってさ、この目がイカれてる感じなんだね。えこれ渡れんのかな。
なんかちょっと慣性の法則働いてるみたいな言ってたけど、右からジャンプ、うわすげえ、結構飛べるんだ。さあこれで違うポイントゲット。でみんなさ、ネタで何が一番好き、寿司の当ててやろうけ。サーモンが一番多いと思いますよって。でこれはどうすればいいの、あいつを倒せみたいな。いやでも右行けないもんな。多分ね、あいつを倒して鍵かなんかゲットした。わかった、これボールに乗っていけみたいな。うわすっげえこれ、え、めちゃくちゃ面白いんだけど、このコース本当にマジでおすすめだね。じゃあここは上、ジャンプ届く貴様。これはね、神コースって言われる意味がわかるわ。コースの見た目とか、まあいわゆる装飾だね、装飾とか。これはベッドコースの見た目とか装飾とかアイディア、ちょっと素晴らしすぎる。レベチだよレベチ。こんな人なかなかいないと思うよ。で寿司職人さんがさ、寿司は実は嫌いですとかだったら面白くない。なあ待って、よしよしよし。でこれ葉っぱを取って、え、これ何もしないでいいのかな。何もしないで戦うことできないもんね。あ、なるほど、そこでゴールか、やったでも右のドアすげえ気になるんで、そのままゴールを避けちまえばよかったもの。ちょっとあっちのドア入り行こうか。これさ、クッパクラーに乗ったままだったらゴールした、ゴールすんなって。これさ、右のドア入れないかもしんない。このクッパが押し寄せてきてるでしょ。だからこいつの左側に行って、こっから右にジャンプ、よしよしよし。でこのドアの先なんかある、あーまあ特に何も作ってなかったっていう感じですかね。まあこれでスッキリしたね。いや本当に素晴らしいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、鍵鍵タイム、鍵取りに行き。説明文に、カウメ系 YouTuber は一切関係ございません、むずくなって再投稿、サムネ化け物になったって書いちゃうやけど、多分だけどこのコース、鍵を取って仮面から逃げるようなコース、もしくは鍵を取っちゃいけないっていうコースだと思うんだよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.48%。 いや僕個人としては仮面から逃げ切るようなコースであってほしいと思うんですよね。またこんなこと言ったらさ、ド M 系 YouTuber とか言われるんだろうな。でこれ、うん、鍵を取っちゃいけないっぽいね。え、これめちゃめちゃむずくないか。ちょっとこれ行ってみようか。いや絶対そうだよな、この仮面から逃げ切れっていうコースじゃないと思うんだよね。このウルトラマン早いな。うわケツ、この鍵を取らないでいけってさ、鍵って結構当たり判定が大きいんだよね。確かブラパとかハリとかと一緒ぐらいの当たり判定だったような気がする。まあまあでもゆっくり行けば行けちゃうんじゃないですか、ここは。ジャンプ、よし。え、これ下から行けんのかな、これちょびちゃんでいける、上からジャンプしてもいけそうにはないから、ちょびちゃんで行ってみようか。砲台ってさ、確かジャンプしなくても下押しっぱしてたらピョンって上に上がんなかったっけ。だからここで下押しっぱしてみようか、そしたら勝手にマリオがジャンプしてくれる時があるかもしんねえ。パクパクしてんじゃねえよ。じゃあこれ自力で行けってことかな、こっからパワージャンプしながら行こうか、それだったらいけるかもしんない。これめっちゃよし。でこっからどうしようか、ダッシュジャンプでいける、ジャンプ届け、よし。でこれは、やったやった。さあ中間は、中間あるね。やっぱり鍵取ったらいけなかったんだね、鍵取ってしまうと左のドアに出てくるみたいな。中間ゲットで、エクストラステージ、え、これエキストラステージってことかな。鍵は、え、鍵なくない、この鍵に入れっていう感じだと思うんだけど、一旦この土管入っててみようか。この土管がエキストラステージなのかもしんないと思ったけど、ゴールじゃん。え、あのエキストラステージどうやって行くんだろうね、ちょっと探してくるわ。あ、わかった、ここで爆弾を出すじゃん、そして縦で弾き返せばいいんじゃない、そしたら中間もゲットできて、この鍵を取れますよみたいな。よし。いやエキストラステージバリバリ怖いね、どんなコースなんだろう、鍵はめちゃめちゃ多いみたいだ。いやそんなに難しい。いや違うんだって。え、嘘でしょ、うわ最悪、エキストラステージさ、ノーミスでいかなゴールできるみたいだ、多分そんな感じだよ、リンクもらえないもんね。さあ戻ってきましたよって、ジャンプからの右、ここ普通にジャンプしてもガリガリには当たらない、だからジャンプして右、うわこれ難しい、下が氷っていうのがいやらしいな、ジャンプ、いやグリボを倒してもダメなきゃ、エキストラステージなんかやらなきゃよかった、マジで難しい、よしよしジャンプ、あ、あ、あ、
そういや最近さ、早々のフリーレンっていうアニメを見てるんだけど、あれめちゃめちゃ面白くない？あんまり言いすぎるとネタバレになって怒られちゃうから言えないんだけど、仲間との絆を大切にしながら冒険していくっていうアニメかな。まあ異世界もんなんだけど、そんなに戦闘要素とかはなくって誰でも見やすいようなアニメなんじゃないかなって思います。いやあれ見るとね、マジで心があったかくなんだよ。でこのクリボーを倒していけないっていうのがさっき分かった。さあこのクリボーについていこうか。このクリボーについていきのついていきの戻ってくるなよクリボー。よしよしよし、それでいいんだ。そしてこの鍵、いやどうしよう、この壁に一旦当たろうか。壁に一旦当たってジャンプ、やっは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 。ゴールか、ゴールなのかな。あの土管に入ってゴールであれば嬉しいんだけど、もうエキストラモードいらねえよ。エキストラハードモードなんかいらねえよ。これでゴール、ゴール、シャいやこれ本当に難しかったね。ぜひやることをおすすめしないでフリーレンを見ることをおすすめします。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、ドッスンコースター。説明文に障害物を避けながらゴールを目指そうって書いてるんですよ。まあ僕が思うに 3D スキンだから、ドッスンに乗って障害物を避けながらゴールを目指すっていうコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.26%。いやこんな感じのコースめちゃめちゃ多いと思うんですけど、すごく好きなんですよ。何かに乗った状態で障害物をかわせるか、そんな面白いに決まってるよな。さあまずワープブロックがある。このワープブロックに入ったらドスンに乗って多分障害物をかわせみたいな感じだと思うんだけど、ダダダダダダ、なんくるあるさ。なるほどね、ドスンの上に乗るんじゃなくてドスンを壁キックしながら障害物をかわしていけっていうコースか。はいはい、こういうのもすごく楽しいと思いますよ。さあこのテレンをかわ、テレン多いな障害物が思った以上に多いって、もう危ねえ、これはどっち、無理。このねテレンのところはそんなに難しくはない。でさっきよく初見でこのバブルかわしたなって思うんだけど、これめちゃめちゃすごくないか、初見でかわしたの。でここは下で、次はどっち、上か、でここは来い、狭すぎー。まあ最速が20秒ぐらいだったからそんなに長いコースじゃないと思うんですよ。ということはたったの20秒耐えるだけでゴールができると、そんだけの話ですよ。カップラーメンだったら20秒はとてつもなく長く感じますけど、ゲームをやってるんだったらそんなに長くない。はいはい、パパカパいやクリア率の割に意外とあっさりだったな。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース、ジャンプ大ランド3。説明文に20秒、スネークブロックのタイミングが悪いと最後クリアできなくなりますって書いてるんですよ。ということはスネークブロックに乗りながらバネをかわしていけっていうコースなんじゃないかな。いや来ましたよ、スネークブロックとバネのコラボレーション、絶対に面白い予感しかしないんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.19%。 多分今日やる一発マリオの中でこれが一番クリア率が低いんじゃないかな。0.19% ってマジでやばいと思うよ。さあ始まった。このスネークブロックに乗ってバネをかわしていけって、あバカか俺は、はちゃめちゃになるよかしかしねえな。じゃあスネークブロック乗りのジャンプしながら声でかわしていけっていう感じだと思うんだけど、バネ、バネ邪魔すんだ、バネ、待ってスネークブロック、待って、ちゃんとバネの上に乗っていこうか。そうしないとこの、じゃあ、待ってスネークブロック、待って、パパー。たまにねスネークブロックにバネが乗らない時があるのよ。そん時にどうしても引っかかっちゃうみたいな、うん、こういう時だよな。じゃあ、待って、まだ追いつく、まだ追いつくぞ、まだ追いつく。こりゃダメだ、同じ場面ばっか見せる感じになっちゃってるって。このバネの上をねジャンプし続けることができたら全然楽勝なんだけど、このスネークブロックにちゃんとバネが乗った後にジャンプしながら行く、これがねこのコースの攻略法だと思うよ。これはなかなかいいんでねえの、頼む、スネークブロック、いけ、あ、こっからどうすればいいの、なんじゃそりゃ。最後までの行き道は分かった、ちゃんとこのバネの上に乗れば全然簡単だったよ。で最後さ、スネークブロックが、スネークブロックが、スネークブロックが、スネークブロック、待てスネークブロックが、僕はまだ知りません。これさ、説明文にタイミングが合わないとクリアできませんって書いてたから、そのタイミングが重要なんだろうね。まあそれがどのタイミングかマジで分かってないけど、いやめちゃめちゃ神回じゃなかった、よく戻った。これでクリアしたらいい動画になるぞ、頼む、これでクリアしようじゃないか。でこっからマジでどうすればいいか、あ、こうか、もう分かったわんだ、クリア方法さえ分かればこっちのもんだわんだ、最後まで行くことができない、やっほー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 、
んなんばっかやってたらね、早くクリアしてください、わざとらしいんですよっていうコメントがごくまれに来るんですよ。じゃあやってみてくれ、いかに難しいかわかるからさ、こんなコースが。でもそんなあなた見てくれてありがとうね、僕は本当に心の底から感謝していますよ。はい、いやいや本当に難しかったけど、とても楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。